谷治中慶安2年12月29日は、江戸時代前期の儒学者。生年については1599年の説もある。名は宗。通称は、大学、三郎右衛門、別号は鈍斎。子に、儒学者、谷一斎がいる。土佐国関の浦の出身。高知では同じ谷姓の谷新山と異なりあまり知られておらず、そのため検証されることはほとんどない。清川神社、若い頃に高知新城寺に入り字を記と号したが、仏道の他に中国の古典も読んだ。南学派朱子学の祖とされ、土佐吉良信常に仕えた南村梅軒に朱子学を学んで還俗し、寺中と号した。高知で儒学を講じたが、藩などには仕えず、生涯在野で過ごした。門下に野中健山、山崎安斎、小倉三笑などがいる。墓所は高知市横浜東町11にある清川神社であり、高知県指定の史跡となっている。大正4年、14位を追贈された。二代土佐藩主、山内忠義が瀬戸巡行の折、日が暮れたので、新城寺境内を通過しようとしたところ、ここは寺域である。官道を通られたいと諌めた、という。高知市横浜で、新田開発し、その神殿を、この一切のために、播磨屋に売却したという。長沢菊也、監修、漢文学者総覧9個書院、1979年、P187。松崎弘道、弘道日暦三平凡社。1973年、P145。田尻左辺、造意書見伝造保番上特使造意年表 P35。ありがとうございます。